皆さんこんにちは。ご視聴いただきありがとうございます。最近はこの YouTube サネリチカフェにチャンネル登録やいいね、コメントをたくさんいただけるようになり、大変嬉しく思っています。皆さん本当にありがとうございます。普段仕事で出張することの多い私たちですが、早いもので熊野に移住をしてから1年5ヶ月の月日が経ちました。出張から熊野へ戻るたびに、自然の多い熊野での田舎暮らしの心地よさをかみしめています。今年の夏はまた一段と暑かったですが、皆さんはいかがお過ごしでしたでしょうか。山暮らしの夏は夜は寒いほど涼しい日も多いのですが、クーラーのない生活をする私たちにとって盆地の昼の暑さはなかなか厳しい日も多くありました。そんな日は海のある町へ出かけ、買い物ついでにランチをしたり、海の潮風に涼んだりします。熊野は山も川も美しいですが、海もとっても綺麗なんです。お隣の新鹿海水浴場や立ヶ崎の海もとっても綺麗です。時々バスで買い物に出かけてみたり、テラスで曲作りをしてみたり、のんびり過ごす田舎暮らしは最高です。何より鳥や虫や動物たちとの暮らしは楽しいです。こちらはご近所に引っ越してきた鹿さん。毎晩のように寝室のすぐ隣で響き渡るような鳴き声を聞かせてくれます。そして遭遇してびっくりしたのがニホンカモシカ。初めて目にしたその姿はまるで獅子神様のようでした。そしてまた収穫期を迎える黄金色の田んぼの季節がやってきました。今年も美しいなぁとうっとり見とれていた頃、ある事件が起こりました。見てください、猿です。美味しく実った食べ頃の稲を狙って猿の群れがやってきたのです。あまりの大群に恐れおののく気持ちでしたが、田んぼに一番近い家に住む私たちは、ご近所さんの大切な田んぼを荒らされてはならないと、その日から猿との戦いが始まりました。見張り役の最初の猿がやってくるなり、奇声で威嚇してみたり、大きく手を叩いて近づいたり、何とかして田んぼを守ろうと毎日格闘しました。隣の山から川を渡ってきた猿たちはしぶしぶ山へ戻っていきます。それから大きく田んぼを荒らされることはありませんでしたが、なんだかふと動物や自然と共存することを学びたいと田舎暮らしを始めたのに、現実を感じるとやるせない気持ちがします。杉やヒノキのような食物のできない山々が増えたことで、野生の生き物は食べるものに困って人間の食物を食べに来ると聞いたことがあります。最近ではそんな山々を自然の食物が実る山に再生する素晴らしい活動をされる方もいらっしゃいます。いつか自分もそんな活動の何かお手伝いができればいいなとか考えたりしています。
田舎暮らし1年5ヶ月目はまだまだ学ぶことばかりですが、こんな学びのある熊野に移住できたことを感謝するばかりです。皆さん、最後までご視聴いただき本当にありがとうございます。楽しんでいただけた方はチャンネル登録やいいね、コメントもお待ちしておりますので、ぜひともよろしくお願いいたします。ありがとうございました。それではまた。